マイケル・ボクソールは、ニュージーランド・オークランド出身のプロサッカー選手。ニュージーランド代表。ミネソタ・ユナイテッド FC 所属。ポジションは DF。2011年の MLS サプリメンタルドラフトで、バンクーバー・ホワイトキャップスに1位指名された。2011年3月17日に、クラブとの契約に合意し、3月19日の MLS 開幕戦、トロント FC 戦で、プロデビューを果たした。2012年シーズンは3試合に出場した後、2012年6月22日にクラブとの契約を解消した。2012年7月10日、母国ニュージーランドのウェリントン・フェニックスに2年契約で正式加入することがクラブによって発表された。各年代でニュージーランド代表に選出されている。U-20 代表では、U-20 ワールドカップ、オセアニア予選及び 2007FIFA U-20 ワールドカップに出場し、トータルでは14試合で無得点だった。2008年には U-23 代表の一員として、オリンピックのサッカー競技では、同国初参加となる北京オリンピックに出場した。2011年3月25日の中国代表戦で A 代表初出場を飾った。オークランドスーパースポーツ。ありがとうございます。